こんにちは。マイマイナハ古塚達夫です。さて、今日は240ページ。ジャハナ・ノボルと民権運動。ここから読んでいきたいと思います。旧館諸制度の矛盾があらわになり、これに対する沖縄民衆の改革要求運動が全権的な盛り上がりを見せると、政府や県庁も思い切った改革に乗り出さざるを得なくなった。後に琉球王とあだ名された奈良原茂、1834から1918年、在任1892から1908年が、旧館諸制度の改革に向けて沖縄県知事に任命されたのは、こうした世論の動きを受けてのことであった。赴任したばかりの奈良原が最初に手がけた事業は、貧窮士族の救済策として染山の開墾を許し、同時に産業の発展と食料問題の解決を図ることであった。染山とは、王府の指導のもと農民が共同で管理育成し利用してきた共有の山林のことである。奈良原のこの開墾計画を推し進めたのが、農民出身で第1回県費留学生として東京で農学を学び、農業技師として県庁の高等官となっていたジャハナ・ノボル、1865年から1908年であった。県の染山払い下げ政策、太陽による開墾が打ち出されると、農民の間からは不満の声が上がり、元部農民からは開墾許可の取り消しを求める嘆願書が出された。これまでの経験から、貴重な共有林が伐採されると生活用新炭や建築資材が不足するだけでなく、水源の枯渇を招き、生活圏が脅かされる恐れがあったからである。しかも染山の下見に来る者は貧窮士族ではなく富裕層の者たちであった。一般にジャハナは当初から農民と共に染山の払い下げに反対していたと思われているが、高地にしても差し支えのない場所であれば、貧窮士族の受産のためには開墾は必要であるとして、農民の訴えを退ける側に立っていた。県の農業技師としてサトウキビ栽培を拡大し、陶業の振興に沖縄の産業発展を見出そうとしていたのである。ただし山林の生態系を崩さないことを前提としており、高知もサトウキビ一辺倒にならないよう、稲作、芋畑などとバランスを図ることが重要だと考えていた。ところが、実際に払い下げによる開墾を願い出たのは、首里那覇の有力士族や他府県の桐生商人、それに奈良原をはじめとした上級役人らであった。しかも開墾申請は染山だけでなく、それ以外の土地にも及んでいた。やがてジャハナも農民の反対意見を支持するようになり、開墾条件を厳しく審査して、失業士族以外の開墾願いは不許可とした。そのためジャハナは担当職を解任され、奈良原知事とことごとく対立して、県庁内で次第に孤立していった。行動会運動に失敗した旧支配層が、その利権と政治的主導権を握るために奈良原と結びつきを強めていったのとは対照的な行動であった。そして1898明治31年に土地整理法案と参政権に関する問題を訴えるために上京した際、そのまま県庁を辞職し、自治権参政権獲得運動に身を投じるようになった。さて、240ページの11番の注釈ですね、奈良原茂について、その前に右の241ページ右上の方ですね、ここに奈良原の写真が出ています。
第8代県知事奈良原茂、1892年から1908年まで約16年間沖縄に君臨し、琉球王の異名を取った那覇市歴史博物館提供とあります。じゃあ注釈11の方を見てみましょう。薩摩藩出身、1862年の寺田屋事件での同藩の急進派を鎮圧したメンバーの一人、薩英戦争の発端となった生麦事件で英人を切りつけたと言われる。8月18日の政変でも暗躍。1878年内務省御用掛け、その後内務省権の大書記官、農商務省大書記官、静岡県令、日本鉄道会社初代社長、貴族院直選議員などを歴任とあります。奈良原はですね、実は藩士の時代に、琉球に来ていたこともあるようで、首里崎山町にありますお茶屋うどんでその武芸を披露したというふうに言われています。またここにも書かれておりますように、薩摩藩の急進派、そして、非常にこの剣の達人でもあったと言われておりまして、寺田屋事件で、ここにあります通りですね、急進派の鎮圧に、活躍をしたり、あるいは生麦事件の発端となった、この島津家のですね、大名行列を横断しようとした英人、騎馬ですね、馬に乗った英人を切りつける、これは奈良原茂と兄弟で、奈良原兄弟が切りつけたと言われるような、非常にですね、強端で強権な性格の持ち主であったというふうに言われています。それから注釈の12番ですね。県庁の職員の多くは奈良原の出身地の鹿児島県人で占められ、じゃあなら沖縄出身者に対する露骨な差別もあったというふうにあります。まず蘇我山問題ですけれども、最初のうちは貧窮士族の救済のためにその開墾を進める、その側にですね、ジャハナも立っていたわけです。しかしいざこの蘇我山の払い下げという事業が開始されますと、首里那覇のいわゆる富裕層、士族の中でもそういった人たち、あるいは県外の出身者、特にですね、奈良原と縁のある、鹿児島県人は優遇されたというふうに言われています。そういったところにですね、ジャハナは疑問を感じ抵抗をするわけです。でそれが元となって、いわゆる県庁を、追い出されるというような形で、去っていくわけです。じゃあその先を読んでみましょう。ごめんなさい、その241ページの下の方ですね、写真がありますね。商店の開墾願いと広告と、右が茶壇間切の蘇我山開墾願いで、左が開墾を許可されその工作者として困窮する、首里士族を募った広告と、那覇市歴史博物館提供と。商店はですね、最後の国王正体の長男ですね、その、いわゆる首里の、王族、元の王族ですから、有力な、有力な、人であったわけです。それが開墾願いを出して、そして、その開こうとした土地を手に入れると、今度は首里の士族たちを、集めて、この開墾を推し進めさせるというようなことをしていたわけです。それから右下ですね、茶花のぼるの写真です。第1回の県比留学生5人の中で唯一の農民出身であった。帝国農科大学等で農学を修め、県の高等官としてエリートコースを歩み、階級打破の象徴となった。那覇市歴史博物館提供。ジャハナ・ノボルはですね、現在の八重瀬町の出身です。ですから、八重瀬町の、
歴史民族資料館などにはですね、このジャハナ・ノボルをですね、特別に扱ったコーナーなども設けられています。さてでは先を進めていきたいと思います。県庁を追われる形で辞めたジャハナは、在京の遠山久蔵1868から1910年だとともに政治結社である沖縄クラブを組織した。彼らは機関紙沖縄時論を刊行し、帰郷するとこれを中心に奈良原市政を鋭く攻撃した。ジャハナが参政権の実現を目指したのも、奈良原や旧支配層による専制的な政治に対し、国会に軍部代表を送り出して国政レベルで対抗しようという狙いがあったからであった。当時の選挙権の資格は国税の負担によって定められていたので、旧館税制の下で国税が免除されていた首里・那覇を主とした特権階級は、現行のままで選挙法施行では公平さを欠くものとして反対した。政府もこの時点で沖縄民衆に参政権を与えることには消極的であったが、議会に押されて沖縄を全県一区の定員2名とし、土地整理事業後の新たな税制の下で施行することを決定した。しかし口述するように、沖縄に参政権が認められたのは土地整理事業が完成してから9年後の1912大正1年であり、宮古八重山に至ってはそれからさらに7年後の1919大正8年まで待たなければならなかった。沖縄クラブのメンバーは沖縄の一般民衆の側に立って相馬山の民有化を主張し、共有金問題の追及、参政権獲得などを訴え、奈良原県政と真っ向から対立した。これに対し奈良原や旧支配層はその特権を生かし、新聞や財力を利用して徹底的に攻撃を加え、彼らの運動を窮地に追い込んだ。ジャハナらは農工銀行で権限を握ることによって巻き返しを図ろうとしたが、ここでも奈良原らの妨害で役員選挙に惨敗を喫し、沖縄クラブの組織も壊滅した。ジャハナは職を求めて山口に旅立ったが、その途上で発病して帰郷、7年後に亡くなった。ジャハナは沖縄の民衆のために巨大な権力と戦い敗れ去った。その政治理念や運動方法には厳しい批判もある。しかし植民地的な沖縄県政を改めるため、絶対的権力に立ち向かい民衆を主体とした政治結社を組織して、その政策を国政県政に反映しようとした意義は大きかったと言えるだろう。では注釈の13番ですね。他府県並みに考えると、人口60万余の沖縄の定数は 4人から5人が適正であった。宮古八重山が衆議院選挙法から除外されたことに対しては、ジャハナらもそれほど問題にしなかったようである。そこには彼らの離島に対する差別があり、そのことがまた彼らの民権運動の限界でもあったという見方もある。それから14番ですね。共有金とは、農民から税として受け取った砂糖を大阪市場で売り、農民から受け取った額より高く売れた場合の差額や公算などの徴収金を貯蓄したもので、これはそれぞれの地方の共有資産とされていた。しかしこれがどのように使われたのか不明な点が多く、しばしば問題になっていた。中でも額の大きかった県庁管理の使途不明金の行方は重要問題となったが、その全容を解明することはできなかった。
それから15番ですね。1898年、奈良原の尽力で農業と工業の発展を図る目的で設立され、ジャハナもその役員に選ばれていた。これは農工銀行ですね。そしてジャハナ昇の流下、ウムティジユナラン、ムジョノコノシケア、ジェセムチウリバ、ハナンサチュル。思ってはいても自由は手にすることはできない。なんと無情な世の中だろう。だが嘆くことはない。時が経てばきっと沖縄にも自由の花の咲く時代が来るだろう。ガブマサオ、ジャハナ民権と国政参加、展望1970年12月よりとあります。ジャハナはですね、沖縄を去ってそして山口に向かう途中ですね、神戸駅で発病したと言われています。この、時点でですね、もはや人事不詳の状態に陥ってしまったというふうに言われています。そのジャハナを支えた奥さんの清子さんのお話、これがクローズアップ、人物として243ページにあります。ジャハナ清子、1876クエスチョンマークから1962年、民権運動家ジャハナ昇を支えた妻の愛と苦悩。ジャハナ昇の妻清子は五鎮田村現八重瀬町の豪農の長女として生まれた。16歳の時に沖縄初の高等官となった昇と結婚し、二人の男児にも恵まれた。しかし人も羨む幸せな生活はそう長くは続かなかった。昇が奈良原知事の弾圧に屈し、本土で精神の病に倒れたのである。ジャハナ家の財産は昇の民権運動などで使い果たしてしまい、収入はほとんどなかった。しばらくは実家の援助で生活することもできたが、いつまでも甘えてばかりはいられない。清子は病気の夫の看病と二人の幼い子供のために懸命に働かなければならなかった。焼けつくような炎天下でわずかに残された田畑を耕し、芋や野菜を頭に乗せて那覇の町で売り歩いた。道で行き交う人はかつての高等官夫人の落ちぶれた姿を見て思わず目を覆い涙をしたという。またお上に逆らって狂人になったという世間の冷たい眼差しにも耐えなければならなかった。ところがそんな清子をまたしても不幸が襲った。長男の正一が7歳で病死してしまったのだ。清子の悲しみは深く、心身ともに衰弱してしまった。それでも床に伏すことはできない。精神を病んだ夫と次男小生のために働かなければならなかったのだ。そのような清子の力になってくれたのが、昇とともに民権運動を戦った遠山久蔵や同郷の医師我如古楽一郎たちであった。清子の献身的な看病の甲斐もなく、1908年、明治41年10月、ジャハナ昇は44歳で亡くなった。清子32歳の時であった。ここに、民権運動ともに戦った人物として、先ほども出ておりますけれども、遠山久蔵という現在の金町出身の人があります。この人は、後に出てきますけれども、沖縄の移民の父として知られるようになります。ではアシャギの方を読んでいきたいと思います。奈良原県政下での中国との貿易復活は成功したのか。廃留置県によって中国との殺法朝貢関係が解消した後、琉中間の公式な貿易は行われていなかった。沖縄では経済の活性化の一環として早い時期から中国との貿易再開を望んでいた。南進復讐貿易の再開は奈良原県政
241ページ参照の重要政策の一つであった。1894、明治27年に那覇港が中国向けの特別輸出港に指定され、1899、明治32年に開港した。ただし2年間の輸出入総額が5万円に満たない場合には並行するという条件付きであった。だが2年後の1901、明治34年になっても数千円の取引しかなく、期限切れ間近に県の支援で5万円余の米国を福州から輸入するというありさまであった。その頃の中国では、かつて琉球から輸入していた昆布や俵物などを北海道から直接買い入れていた。沖縄はそれに代わる輸出品を生み出すことができなかったのである。米国の緊急輸入でかろうじて並行を免れた那覇港は、福州を中心に中国と貿易を続けることになった。しかし沖縄の特産品が少なかったことと、南進への直接航路を開くことができなかったことで、貿易を大幅に拡大させることはできなかった。注釈の16です。それでも1914年には輸出入総額が16万円となったが、常に輸入超過で沖縄経済を活性化するには至らなかった。主な輸出品は石炭で、輸入品は大豆、茶などであった。このようにですね、かつてその福州とですね、琉球というのは、新興船が行ったりとか、あるいは札幌船がやってきたりということと同時にですね、この貿易を行っていたわけです。しかしもう時代が変わっておりまして、那覇港を整備をして中国との交易の再開というものを夢見たわけでありますけれども、いわゆるその昆布など俵物ですね、こういったものはもう直接中国は北海道の方から買い入れたりしているということで、その方がうんと安くなっているわけですね。でさらにそのかつての中国との交易品というものをピックアップしてみましてもですね、沖縄で生産をされているものというのは極めて少量であったわけです。どちらかというと沖縄の特産品というようなものはなかったわけです。で、だからといって沖縄を一つのハブとしてこの中国と交易をするというような考えは当時はありませんでした。ですから常に輸入超過になってしまうというようなありさまだったようです。さてでは次にアシャギを読んでみたいと思います。南洋道設立問題は沖縄県民にどのような影響を与えたのか。奈良原が県知事を退いた後、沖縄県の存亡に関わる危機的な問題が起こった。沖縄県と台湾を合併させて南洋道を設立しようとする動きである。その理由は北海道に対比させた国家政策であったとか、台湾総督府の財源政策と関係があったのではないかと言われているが、明確ではない。1908、明治41年11月、南洋道問題は台湾在住の県出身者から伝えられた。琉球新報はこの問題を社説で取り上げ、提案者である議員をはじめ賛同者の前知事奈良原らの不見識を厳しく批判した。南洋道が設立されると、沖縄は台湾の植民地になることを意味し、公民化に先進してきた県民の忠誠心を踏みにじるものであるとして強く反対した。12月に入ると琉球新報は逐一この問題を取り上げ、沖縄が台湾に合併されることへの不当性を訴えた。この問題は本土でも関心を呼び、
中央の新聞でも報道され、さまざまな議論を巻き起こした。南洋道創設の提案は第25回帝国議会に向けて画策されたが、各方面の反対で立ち消えとなった。しかし、この問題は本土への同化が進みつつあった沖縄にあって、いまだに本土並みの改革が行われていなかった時期に起こっており、県民の被差別意識を一層増大させることになった。まあ、南洋道というのは結局台湾沖縄、一緒にして、まあ、北は北海道があるじゃないかと、だから南の方はこの南洋道としてですね、一つの、まあ、行政範の、区域にしようといったような考え方であります。でそれはですね、単純に行政の区域というわけではなくて、やはり国防上の位置づけということもあるわけです。で北海道の方は、いわゆる開拓民という人たちが行ってどんどんと開拓をしていく。しかし北海道の開拓っていうのはですね、実は、まあ、アイヌの土地を侵略していったということと、同じなわけです。でそうしますと、あの北海道もいわゆる外地であったわけで、沖縄台湾もまた外地であった、つまり、現在でもよく対比して使われますけれども、他の都道府県の方のことを内地の人、あるいはそこを内地、というふうに言うわけですが、それに対する反対語は外地でありまして、いわゆるこのかつて別のですね、国、外国であったということ、あるいは別の民族がここにいたということを表します。ですからこの南洋道の問題に関して言えば、当時の沖縄は公民化政策が着々と進められていて、もはや内地並みではないのかと、今更台湾のような外地と一緒にされるというのは、けしからんという、まあ、論調が当時の琉球新報の論調であったようです。しかしここにはですね、まだまだ当時の沖縄に対する、見方、政府の見方というのが差別的であった、そして決して本土並みではなかった、いわゆる内地並みではなかったということと裏腹ではありません。さて今日はこの辺にしたいと思います。